どうも皆さんこんにちは、渡辺です。今日はですね、ボブやボブぐらいの長さでおばさんに見える原因と解決方法を紹介します。おばさんに見える原因はこれです。まず一つ目が、トップがパックリと割れてボリュームが出ない。二つ目が、髪の毛にツヤがない。この二つが原因になります。なので、せっかくね、美容室で綺麗なシルエットでカットしてもらっても、この方法を知らなければおばさんに見えてしまいます。なので、それをね、解決する方法を今日はご紹介します。その方法はたった一つ、ドライヤーの使い方です。ドライヤーの使い方だけで髪の毛にツヤが出て、トップにふんわり感を出すことができます。では早速使い方をご説明していきますので、最後までご視聴ください。まず根元を水スプレーで濡らします。結構ダイレクトに。ここがしっかりと濡れてないと、ここのね、分け目がペチャッと見えやすいので、なるべくしっかりめに濡らしてください。次に、この分け目から1センチ1センチ幅、左右1センチですね、幅を取り分けます。こんな感じで取り分けた時に、ここがね、しっかりと濡れてるか確認しておいてください。ここがね、あんまり濡れてないと本当に意味がないので、濡れてなかったらもう一度濡らすようにしておいてください。次にドライヤーをかけていきます。ドライヤーをかける時の角度なんですけど、横ではなくて少し斜め上の角度で乾かしてください。で、乾かす手順としては、まずね、こちら側から5秒間ぐらい溶かしながら乾かす。で、次にまたこちら側から斜め上の角度で5秒間ぐらい乾かす。これを何度か繰り返していきます。じゃあ実際に乾かしていきます。じゃあ乾かし終わったので、元の位置に戻していきます。で、この時にね、少し溶かしながらやってあげると綺麗な形になっていきます。で、こうやって整えていくと、少しね、ここにボリュームが出たのは分かりますかね。根元がしっかりと立ち上がった状態になってます。で、分け目もそんなにね、くっきりと見えてないので、四角く見えないで、ペタッと見えないで、ボリューム感があるようなヘアスタイルになります。斜めから風を当ててることによって、この辺もツヤ感が出て、いい感じの質感に見えます。はい、というわけで、こんな感じでやってみました。で、こちらがね、ビフォー。こちらがアフター。これ全然違いますよね。本当にね、ドライヤーの使い方だけで、こんなにシルエットが変わるんですよね。で、形も綺麗になりますので、皆さんね、だいたい朝起きた時にペタッと悩んでる方って結構多いと思うので、ぜひこの方法をね、試してやってみてください。マイナス5歳は若返ると思います。というわけで、今日も最後まで動画をご視聴いただいてありがとうございました。今後もね、皆さんが綺麗で可愛くなれるような動画を作っていきたいと思いますので、今後ともよろしくお願いします。この動画が良かったら、グッドボタンと、あとチャンネル登録とコメントもよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。